筒香嘉智、11試合、7本塁打、OPS1.500。どうすんのこれ。レベルの違いを見せつけとるな。もう趣味で草野球やってる引退済みのおっちゃんって認識でええんか。日本最強打者やん。可愛い顔に騙されてる。ホームランマシーンやろこれ。三振率4割くらいなのが気になる。余生は楽しく過ごせとるな。逆に低いレベルでは大活躍できるのが辛いよな。これもうスランプや怪我とかではなくただの実力やん。そもそも得意の夏なんだからもったいないよな。プライド捨てて日本戻ってこいよ。今戻ってくれば生涯年俸だいぶ違うぞ。俺つえしたかったんか。150km 以上の投球はボールになる。リーグ作れば筒香さん活躍できるんちゃう。草野球に NPB レベルをぶち込んでみたらどうなるかを試した結果がこれ。ぶっちゃけ日本に戻る理由ないよな。理不尽に叩かれることもないし、アメリカで野球したいからしゃあない。彼はホームランマシーンだ。長打率 100% は草。メジャー目指してるのになんで自分からマイナーやめたんや。そらレンジャーズもそう考えたら昇格難しいし、他のチームの方が可能性あると思ったからや。そしてレンジャーズと契約解除したら他のチームから声かけてもらえなかったんや。これじゃあホームランマシーンじゃねえか。筒香はこれがやりたかったんやね。お山の大将って楽しいもんな。独立リーグ嵐やん。漫画に出てくるリトルリーグの怪物みたいだ。意味のない成績だよ。メジャーはともかく日本復帰するときは年俸上がりそうやな。それが狙いならしたたかな男やで。上がるわけなくて草。独立リーグなのにデータベースが NPB よりはるかに充実してる。草野球でホームラン連発してもな。意味のないホームラン。可愛い顔に騙されたみたいやね。マイナー契約は勝ち取れそう。 3A でボロボロやと NPB 復帰しても買い叩かれるから、せめて独立で数字の見栄え良くしておこうってことなんかな。さすがにここから MLB 移籍できるとは本人も思っとらんやろ。独立まで応援するチームを増やそうとするのかよ。セリーグなら速球派あんまいないし、やれるで筒香。現レベル100メジャーリーガーの俺が独立リーグに転生して無双した件。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。